く。はい、始まりました。リエルの未来へ to go のお時間です。ごきげんよう、柴田リエルです。この番組は毎週2回お届けしております。毎週土曜日の3時からと毎週月曜日の5時から週2回毎回違うテーマでお届けしております。リエルグループではあらゆる業務を行っております。リエルの総合サイトを一緒にご覧ください。 RIEIR リエルのロゴで検索いただくか、カタカナでリエルと検索してみてください。そうすると、グループ総合サイトが出てまいります。下の方にスクロールいただくとキレイクリエイター、当社は健康美容あらゆるカウンセリングシステムができる対応ができる会社になっておりまして、皆様のお役に立つ若返り健康改善などなど皆様にカウンセリングしながらその方に合った商品施術などご提供する業務を行っております。そして次のページ、リエル総合サイトグループで行っている業務がここで閲覧していただけます。はじめの R の頭文字のところはリエルセレクト、ここは再生医療、私が推薦する再生医療の商品をホームケアとしてご提案している化粧品だったり基礎化粧品だったり、あと健康食品などここで皆様にお求めいただけます。そしてベルビオ外科クリニック東京の渋谷にございます。定期的に番組でも皆様にご提案しておりますが、ベルビオ外科クリニックでの美容施術金の糸や肝細胞治療などもここで検索いただき、カウンセリングのお問い合わせなどなどいただけます。そして次のページ、ピンクの愛のページですね。ここは護身術クラブマガのページです。私が日本で女性では唯一インストラクター資格を取得しており、これを皆様に健康改善とそして護身術を身につけていただくためのページになっております。この業務はですね、日本では警察、自衛隊、大手警備会社でも防護術、逮捕術として採用いただいている技であってのため、ご指導させていただいたり、一般の方にも老若男女、お子様からシニアまであらゆるスポーツの経験がある方ない方問わず皆様に体験し技を身につけていただけたらと思う思いでこの業務を行っております。この番組でも各週月曜日でお届けしておりますので、クラマガで検索いただくとアーカイブで見ていただけるかと思います。そして E のページは不動産業務、皆様のご資産をお預かりし、仲介売買業務など、賃貸なども含めて業務を行っております。何か、お問い合わせ、ご相談ありましたら、ぜひここからお問い合わせフォームで、ご連絡いただければと思います。そして、赤い愛のページですね。ここは世界的有名な発明家、ドクター中松博士の販売店を仰せ使っております。ここから、ホームケア品4000弱の発明品の中でも皆様がホームケア品として使って試していただける商品が閲覧しお求めいただけるページになっておりますので、ぜひ皆様ここからご覧いただき何か商品を試していただけたらと思います。そして最後の R のところはメディアですね。私はじめとして、アーティスト、俳優さんなどマネジメント業務も行っております。ここからクリックいただき、皆様の何かご興味ある方、何かお問い合わせ、オファーなどありましたら、こちらからご連絡をいただけたらと思います。はい。まず、では、CM から、この番組は、ベル美容外科クリニックの提供でお届けし、協賛広告としてシーポンさんいただいております。まず、この CM からご覧ください。
ご覧いただきました、東京渋谷にある渋谷にあります美容外科クリニック、ベル美容外科クリニックの提供 CM をお届けいたしました。ぜひ皆さんね、金の糸施術幹細胞ご興味ある方はぜひ DL サイトセレクトページからコンタクト開いていただき、ぜひカウンセリングの問い合わせなどなどいただけたらと思います。先に時事ネタいきますかね。先日出雲駅伝ありましたね。はい、もうびっくりしちゃいました。出雲駅伝はまああのあれなんですけど、何がびっくりしたかってね、東京国際大学初出場で初優勝したニュースを見た時に、うんーと思って、皆さん覚えてますか？今年の6月26日にゲストに来ていただき、そして7月12日にも来ていただいた慶応義塾大学の経済学部名誉教授になられた塩澤周平先生、いらしていただきましたよね。塩澤先生が兼任されて、この東京国際大学の学長もされていらっしゃいます。それで、先日ね、塩澤教授に先生にお祝いのご連絡をお入れさせていただいたんですが、本当にびっくりです。だって初めて出場されて初めてね、優勝ってすごくないですか？もう本当にね、嬉しいなと思って、お喜びの声も先生からもいただいたんですけども、もう本当に嬉しいです。なんかね、この番組に出てくださった方のニュースでこんなね、なんか嬉しいニュースが飛び込んでくると、なんか私も嬉しいなと思います。はい、どんどんなんか皆さんに活躍いただき、飛躍していいニュースを届けていただいたらなと思っております。この番組は、DL 業務のテーマでお届けする以外にも、あらゆる業界から皆様をゲストに来ていただいております。今日は私の単独で、単独会でセレクトのドクター中間作家の商品などなど一人でお届けする会で予定していたんですが、もうね、もうめちゃくちゃ嬉しいんです。私ね、持ってるなーって自分で思っちゃいました。なぜならばスペシャルサプライズゲスト来ていただきました。もうね、今日はもう本来のスケジュールを度外視して、スペシャルゲスト、もうね、サプライズです。一緒にお届けさせていただきたいと思います。清水よしこさんに来ていただきました。どうぞよしこさん、ありがとうございます。嬉しい。こんにちは。すいません、なんか打ち合わせだけだったと思ったんですけど、嬉しい。今月の、25日月曜日にゲストを予定していただいているよしこさんなんですけど、もう25日の日にはもうバッチリ初めからよしこさんのもうテーマで行こうと思ってるんですけど、今日ね、打ち合わせに来ていただいてて、で25日でじゃあ2週間後っていうところだったんですけど、もうね、お引き止め、ダメ元でお引き止めしてみたら、優しい。いえいえ、私がお願いしちゃったんです。今日も出たいって嬉しい。でもちょっとかなと思って、初めご挨拶だけして帰っちゃうのかなと思って、できればって甘えてみたら、もういいわよっておっしゃってくれて、だからね、今日はもう予定通り進めてください。私は頑張って、私も一緒に中松博士の、はい、発明品を売りたいと思いますので嬉しいです。ね、皆さん、よしこさんは私の父の代からめちゃくちゃお世話になっていて。そうなんです。素敵なダンディーなお父様、いろいろありがとうございました。父がね、やってた化粧品の、番組とかがあったんですけど、その番組にいつも出てくださっていて、もうね、常連の、もう方だったんですけど。今も使ってますよ。本当嬉しい、はい、そのご縁 で父から、譲り受けた縁ではないんですけど、もう私の代でもぜひお願いしますということで、お慕いし、お話ししていたら、もういつも、ね、よくしていただいて、可愛がっていただいてるんです。よろしくお願いします。嬉しい今日も完全フリートークでよしこさんとお届けしたいと思います綺麗ですね、リエルさん。もう本当に綺麗よしこさん全然変わらないから。変わりますよ、私もう、ね、女優さんでもあるので、ね、よしこさんの年はもう弱いは今日は聞かないでおくんですけども、もうね全然変わらない。だって私が子供の時に父
ちの番組出てた時とかも見てたんですけど、ね、全然変わらないんですよ。私がどん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 よしこさんに近づいてきちゃったって感じ。そんなことないでしょう。もう近づいてきました。ピチピチじゃないですか、アリエルさん。よしこさんのもうそのプリプリにあやかりたいです。いいえ、もう何十年後もよしこさんみたいになれるように私はもう再生医療をおすすめしているので、でもいろいろされてますね。もうなんかね、多業務になってしまいました。すごいですね。さっきからあの打ち合わせの時もね、はい、お電話かかってきて、なんか、ね、電話ばっかりかかってくるね。電話ばっかりで本当に忙しいふりなんじゃないんですけど、なんかね、もうすいません、お茶なんかバタバタしてて、なんか仕事のできる女って感じでかっこよかったです。でちょっとよしこさんに褒められたらもうなんか原動力になっちゃいます。またまた、なんかそういうね、キャリアウーマンの役とか、はい、すごいあの参考に、もしそういう役が来たら、あ、リエルさん思い出せばいいんだと思って。私でいいんですか。もうなんかはちゃめちゃですよ、もう。もしもし、うん、後にして今忙しいの。ありがとうございます。なんかあのすごくソフトに言っていただいて、さっきの私はもっとひどい言い方だったと思います。いやいや、本当に時間がね、短い間にいろんなことをこなさなきゃいけないから素晴らしいです。いやいや、本当にもうなんかよしこさんに真似していただくと、私がすごいなんかいい優しい人になっちゃったんですけど、さっきもっと本当にきつい電話してたんですよね。そんなことないですよ、かっこいいですよ。映画の中の人って感じ。そんな褒めていただいても、なんか 何か出さなきゃいけないですね。いえいえ、もう本当にあんまり私そういう方とね、はい、周りにいらっしゃらないので、はい、ちょっとすごく今日は刺激的で、はい、であの護身術ですか、はい、クラブマがね、すごいですよね。いや、足が横からカーッとこんなに上がってハイキック、はい、あれ上がらないですよ。前に上げる分にはまだなんとか、股関節をこう横にですからね。はい、そうです。カッと股関節、うん、あのストレッチで上げたりとかして、はい、さすがね、バレリーナだったからすごいですよね。でも最初はね、あのバレリーナで踊りだけ踊ってたから足は上がるんですけど、はい、あのキックなんてものはしたことないし、うん、全然もうヘナチョコキックにもならない、ただ足上げてるポーズ格好だけみたいな人だったんですけど、うんうん、もうそこからすごいあのね、師匠に鍛えていただいたり、うん、あの今のね、定期的にあの隔週で番組やってる兄弟子であるね、布川千風インストラクターのもうご指導もあり、うん、あの強いキックが打てるようになり、今はインストラクターの資格を持ってやってるって感じですけどね、うん、すごいですよ。だから私映像をね拝見しましたけど、うん、はい、キックした瞬間にもうあの手が来るんですよね。そうね、はい、だからこう1、2とかじゃないんですよね、はい、あれがすごいなと思って、もう早いです、はい、もうたくさんね、よしこさんには私の成長をあの、うん、見るべくいろんなあの動画とかあの見ていただいてにしてるので、うんうん、いつもね本当に見たわよって言ってくださって、すごい嬉しい、びっくりです、いろんなことがもうなんか超嬉しい、今日なんかテンション上がり上がりです。よしこさんのね、はい、あのドクター中松博士はもちろんご存知だと思うんですけど、はい、この前、はい、7日の木曜日に、はい、世界天才会議っていうのがあって、はいはい、で35回目なんですけど、それを開催してきたんです、はい、でそのこれですね、今出てるこれね、いつもは世界から出展して発明を、はい、皆さん提出されて、はい、展示されて、で最終的にはこう審査をされてね、賞をもらうんですけど、はいはい、まあ、今年は海外の方はね、いつもアメリカ、ヨーロッパ、アジア圏にたくさんの方がいらっしゃるんですけど、はい、今回この時期なので、まあ、ズームとかネットで出展されてということだったんですけど、それでも日本の方もね、結構今回はまあいらっしゃっていただき、通常の開催はまあね、国内にしたんですけど、はい、そのね、お写真が動画があるかな、お写真見てみましょう、うん、中松博士93、あ、そうですか、もう全然現役バリバリです。うわ、君がよ歌ってるこの口です。T
ていうかおしゃれですね、とっても相変わらずな、本当に常におしゃれで、もう本当にあの蝶ネクタイもねキラッキラでした。はい、キラッキラです。もうベルサーチのお靴とベルトでキラッキラで、もうね、王子様ですね、永遠の王子様です。うん、はい。そしてあ、これはね、はい、たくさん出展されてたんですけど、私がね、京川さんのこの発明はいいなと思って、でもいろんなね社会貢献になるような発明品がたくさん数々あって、もう賞をつけがたい感じで、中松博士が議長で、審査員なんで議長なんですけど、最終的に皆さんに賞をお渡しするんですが、このね京川さんのも特許も取られてて、これがねもうすぐ形になり、皆さんの手に届くような販売につながってくると思うんですけど、鏡のいらないコンタクトレンズって鏡見ますよね。でしょ、それがね、あのね、はい、コンタクトレンズのケースの蓋が鏡になってるの。なるほど、うん、じゃあもう鏡なくてもこの蓋を見れば入れられるんですね。そうなんです。だから入れる、うん、コンタクト入れるときに、うんうん、鏡をこう探ったり、はい、どこ行ったどこ行ったっていうバッグの中を触らなくても、はい、もうケース一体なので、でこれ片手にね、片手で蓋が開くようになるみたいなので、ピッて開けてピッて入れてしまえるという、なくさないっていう。盲点でした ね、 ね。でもなんかあるような、あったような気がするけど、ね、なかったということ で、 で、ね、やっぱりなんかアイディアってこういうところから膨らんで、発明品が世にこう増えて、うん、発明家が増えていくんだなと思って。そうなんですね、うん、あればいいなって思うところにね手が届くっていうところがいいんでしょうね、うん、よしこさんも絶対いろいろアイディア豊富で、うん、いっぱいなんか満載なので、うん、多分眠ってると思います。気づけばいいんですけどね、なんかね常にね、うん、こういろんなアンテナをこう立てて、そうだから今度は、うん、よしこさんがこういうのあったらいいのに、これはこうあったらもっと使いやすいのにとかいう言葉を日々あるじゃないですか、うん、それを私今度メモって、うん、よしこさんの発明品を特許に向けて発明家にしようかな。本当じゃあメモってますね、だってアイデアマンだから、もういろいろこう、うん、発想がよしこさん面白いし、うん、そこの観点あったんだっていうことが多いから、うん、よしこさん向いてるっていうかあると思います。本当、うん、頑張るやだ皆さんちょっともう声がすごい可愛いよね、ピンクの電話よしこさんですよ次のページいきます。そう、賞を受賞されてるとこですね、京川さんの商品が。あ、はい、あ、ディプロマ、1年に1回ね開催してるので、ぜひ来年よしこさん発明品で出してください。はい、わかりました。でこれね、受賞すると、はい、世界の方が見てますから、はい、でディプロマまって盾もあるので、はい、でドクター中松のその博士の世界天才会議の受賞者ということでこうアピールできるので、普通に売り込むよりも認知度が上がったりとか、評価が結構あると思うんですよね。すごい。ぜひ来年出してください。頑張ります本気です次、あ、これは一緒に乗りました。フェイスシールドもドクターの発明なんですよ。あ、そうなんですか。なんかコロナ禍で皆さんこういっぱいなんかフェイスシールドっていう名前でいっぱい出てるじゃないですか、うん、はい、でもあれの発端というか根本はこれで、ここからフェイスシールドっていう名前だけを使って原理と違う、ただこうなんかなんか下敷きじゃないですけど、はい、クリアファイルみたいのをで作ってて皆さん発売したりするんですけど、これは本当に特許がこのマスクの中に何十種類が入ってて、曇らない、汚れない、この航空力学からも考えられたこう菌がこう外にね行くとか、そういうつかないとか、風の流れとかも考えたり、風が吹いてもベチャってならないとか、すごいこの1枚のシールドに何十種類の特許が入ってるという、もうフェイスシールドの根本です。じゃあこの新型コロナウイルスの流行る前にできたんですか。もう特許取ってました。あ、すごい。でコロナになってからこれを発売したら、もう皆さんがこれをまあ、真似
された感じで世に溢れて、で今いっぱい増版されたから皆さんがこう使うようなものになって、今コロナの時期が緩和されてるかなっていう感じですかね。へー、すごい。医療従事者さんとかもみんなこれを使って施術とか、うん、あの治療をね対応してましたよね。そうですよね、うん、私も箱で買いましたもん初めに。うん、ま、なんか毎日必要なものですからね、はい、でもこれってあの使い捨てじゃなくて、あの、はい、洗って何回も使えるし拭いて使えるしっていう。そうなんですか、うん、そうか、私買ったのとちょっとデザインが違いますね。私のがきっと後からできたものですよね。そうですね、そう、うん、これ一番初めの基本形のやつです。うそうなんですね、うん、いろいろ今出てますもんね、はい、フェイスシールドもね出てますね、いろんな種類出てます、うん、これで終わりですね、うん、うん、そんな感じでドクター大活躍です。今もね、なんかあの私が一番あのよく分かってるのはあのジャンプする靴、はいはい、うん、あれがなんかねすごいですよね。あれもこう体幹鍛えられたりとか、あのトランポリンみたいな感じですか。そう、うん、あれもなんか簡単そうに見えて、うん、初めは難しいけど、はい、まあ、何時間か数時間と慣れればいきなりぴょんぴょんこう歩けるようになります。こう重心とか体幹とか鍛えられていいんですけど、はい、あ、初めに言ったあの今日言ったニュースはね出雲駅伝でしたけど、はい、あの何年か前の箱根駅伝、はい、あれで厚底シューズスニーカーがダメだったんです ね、あのー、はい、あの厚底スニーカーの原型があのピョンピョンです。あ、そうなんですか。そう、だから中松博士のピョンピョンのあのフライングシューズの原型がと、はい、あ、進化したのがあの箱根駅伝のスニーカー。あー、そうなんですね。だからこう体幹も鍛えられて速く走れて、うん、皆さんすごい実力をフルに、ね、うん、結果につなげられる履きやすい疲れないスニーカーだったと思うんですけど、あ、これですね、スーパーピョンピョンフライングシューズですね、うん、ジャンピングシューズも言いますね。だからドクター中松博士が、私はあのもう何十年も前に、うん、よくテレビ局でお見かけした時はいつも履いてらっしゃいました。はい、履いていつもいらっしゃってましたね、うん、もうあれ、うん、なんかね、でもあの海外だと、はい、あのエジソンを上回る発明品があるので、はい、もう発明家っていうとトーマス・エジソンじゃなくてドクター博中松博士っておっしゃるのが結構アメリカとかではあれなんですけど、普通になんか浸透してるんですけど、うん、日本だとあのピョンピョン履いて面白い、そうです、ねね、方っていう風に浸透してしまって、はい、なんかね、うん、もっとこうあるんですよと思うんですけど、ちょっとそこが残念だなと思って、うん、この番組で本当のいろんなね、あの中松博士の、うん、姿とか、うん、あの考えとか商品とかをご案内してるんですけど、はい、でも皆さんね、なんかねこのイメージなんですよね。そうなんです。でもすごいお家に住んでらっしゃるから、あ、やっぱり発明ってすごいんだなっていうのはなんとなく。吉子さん近所ですよね。あ、そうです ね、なんかね、あのこういう矢印があったりとかするんですよね。そうなの、あの中松ロードって ね標識があるの、もう本当にびっくりしちゃう、あの標識なんて個人であんのって思っちゃいますよね。うん、そう。あとはどんな発明があるんですか。あとは皆さんの知るところだと、あの灯油ポンプ。あ、はあ、はい、あれですよね。あとフロッピー。あれもそうなんですか。あれが発明品ですね。一番初め、皆さんが一番よく知る最初じゃないですかね。あれないと石油ストーブに、ね、はい、オイル入れられませんもんね。あれピューってやると自動的に入ってきますもんね。そうですね、あれ発明ですね、これね、これね、すごい賢いですね。あとフロッピーディスク、今はもうフロッピーの時代じゃないけど、はい、フロッピーディスクですね。そうなんですか、すごい。あとファックスとか電話とかも発明してましたよ、初めもう、あのもう子供の頃、うん、すごい、子供の頃に発明したのが、そうですね、電話とかファックスとか、あとカテーテでもそうですね。カテーテルって、あの手術の時に、手術の時にカテーテル手術とかあるじゃないですか、はい、あのカテーテルとかもそうですね。今改良改良になってますけど、まあ、原型始めは特許取られたりとかありましたね、うん、あとドローン、
え、ドローンもなんですか？ドローンの原型も何十年前に博士が発明して、今その頃は何ですかこれ、でも特許庁の人もなんだかよくわからないものだったのが、まあ取られていて、改良改良で進化しているものがあって、ここね近年もドローンが誰でも知られるもので手に取るものになりましたよね、はい、ドローンも中松博士の発明品です。すごいあとはね、うん、シネマスコープ、今の映画のこうワイドになる、あ、そうなんですか。当初は中松スコープっていうものであったんですけど、シネマスコープっていう今名前が変わって、はい、あの世の中にもう使われてる、当たり前にこうどこでも見かけるものですよね。すごいですね、うん、数でいうといくつぐらい発明されてるんですか？4000弱です。そんなに、うん、もうめちゃくちゃもうすぐ4000届くんじゃないかなっていうぐらいに、毎月1個のペースと言ってもいいぐらい。今でも、今でももう数え94ですけども、93の誕生日を今年8月に迎えられて、はいはい、でそこからまあ日に日にね、1年をまた来年1年迎えるまでの間、数えでこう94の年を刻んでるわけじゃないですか。なので数え94ですけど、毎月毎月のように常に何かアイデアをメモられて、商品化し発明して特許取られてます。それをリエルさんが売ってらっしゃるんでしょ？そうなんです、販売店を使って、もう大役ですよ大役、もう皆さんすごくないですかリエルさん、もうすごい。ドクターはね、あの東大卒業 で、はい、で海外のハーバードでも含めていろんなね、海外の大学でも博士とか、教授とか講師をされてたりする先生で、もうだって5つの博士号をお持ちの博士なんですね。あ、そうなんですか。その方が作った発明品を売るって、だって私東大じゃないし工学部でもないし、もう何のことやらと思ったんですけど、どうしようと思ったんですけど、でもなんか自分で使ったりすると体感がわかるし、で質問を先生に投げかけると、またこれが私の目線でも誰にでもわかる説明単語、ワードを使って説明されるから、普通なんかこういう方が説明することって聞いても難しくて理解できないって思ってたんですけど、もうね、私に合ったボキャで説明されるから、誰にでもわかる説明をされるので、もう本当に助かっていて、それをその言葉をまた私の言葉に噛み砕いて変えて皆様にお伝えしているような状況です、うん、だってリエルさんの説明すっごいわかりやすいですもん。本当ですか？本当に嬉しいすごい嬉しいです、うん、で中松博士の発明品がたくさんある中で、うん、またね、はい、あの今ね、今日かな、ニュースになっていることがあって、うん、はい、あの発明品、商品だけじゃなくて、はい、言葉も商標登録も先生は取られるんですね。言葉？そう、あの、うん、言葉もユーモアで、言葉も発明だって、ネーミングも発明だっていつもおっしゃられてて、うん、先生の商品は大体こうユーモアなものが多いんですけど、うん、あの例えばこう育毛剤とかも、任しとけ、任すっていう増やすという意味と、まあ、任しとけの、あの任してくださいの任しとけを合わせて任しとけとか、あの結構ユーモアが溢れて、うん、でお茶があるんですけど、はい、20種類の薬草が入っているお茶も、はい、20で20種類入ってるから20なんですけど、うん、でも T の T を TY じゃなくて TA にお茶に変えて20にしてたりとか、うん、ネーミングもすごく発明だとおっしゃる方なんです。ラップとか得意そうですね。なんかそういう韻を踏んだりとかね、うん、ダジャレかなっていうふうに思われる方いるんですけど、うん、ダジャレじゃないよって言われて、うん、皆さんにいつも毎回ねツッコミ返してるっていうところなんですけど、なんか最近ね、もうすぐ選挙じゃないですか、うん、はい、でもうすぐ選挙で、うん、最近、都民ファーストさんが、都民ファーストからファースト党、なんか新しく党を作られたじゃないですか、うんうん、その時になんで国民ファーストにしないんだと思われる方が多かった中で、はい、だって都民ファーストで、ね、うん、あの国政だから国民ファーストにするのかなと思いきや、うんうん、ただのファーストだと国民がついてないからなんでかなと思った時に話題になったのがこの記事になってるんですけど、あの国民ファースト党っていうのを何年か前に、はい、うん、
ドクターが商標を取っていらっしゃってて、へだからその兼ね合いで、まあ、これからねいろいろあそうご相談をねなさる予定のようなんですけど、使えないというねところで、はい、そうなんですね、はい、荒木代表とかあとね小池都知事がね、うん、国民ファースト国民つけれないじゃないかと、その理由は博士が商標を取ってたという、取っちゃってたんですね、はい、あそうですか、うん、なんかねここ何日間か、うん、あらゆる新聞とかネット記事にも出てたんですけど、うん、出ますかね、うん、へえすごい、もうねワードも取ってるんですよ、だから、以前だと、うん、頑張れ日本、うん、頑張れ日本もだ、へえ、うん、そうなんですか、それはどうやって取るんですか、特許庁に行って商標出願をするんです、へ、うん、だからあれですよ、いやよしこさんもなんかうん、ワードがあって、うん、これはっていうものを取っておくと楽しいかもしれませんよ、あこれなんかね記事になってました、国民ファースト党は自身の商標を高すという、まあねそんなこう取ってるもの全部ね4000弱言えないですからね、じゃあこの国民ファーストっていう党っていうのを使いたかったらお金を払えばいいっていうことですか、そうですね、使用料とかあとはまあ買い取るとかうんの交渉があると思うんですけど、まあ持ち主である博士のところにご相談に商談に行くという話になると思うんですけど、なので都民ファースト党が国民ファーストと名付けられなかった背景にはこの理由があったといって、はい、もう早速に記者さんがいらして、すごい、ちょっと世界天才会議の時の開会式の時に記者さんが取材にいらしてたんですけど、この話になってこっちが記事になってます、へーすごい、博士は全部覚えてらっしゃるんですか、そういう、覚えてますね、やっぱご自身のものだから覚えてますね、すごいこういうものがあったらいいのにな先生、このこういうの作ってくださいよって言うじゃないですか、そうするとねもう何年か前にそれも作ってあるよっていうことでそれを改良されたりとかっていうので結構もうあります、でないものはじゃあ作ろうかって言ってすぐにねこう考えて作り出してくれます、はい、リエルさんは発明しないんですか、私は2回ねこうその世界天才会議に2回出展をして、一応2回とも特別賞みたいな形でいただいたんですけど、でも私のはアイディアの発明で、それこそあれでさっき の護身術、条件反射から考えられたクラブマガの技というので、その技という意味の発明をしたというのを、提出したのと、はい、あと運動音痴って言いますけど、世の中に運動音痴はいないんだよと、それぞれの生まれ持った4つのこうスタンスがあるんですけど、それを踏まえて指導したりトレーニングするとみんなができないこともできるようになったりタイムが伸びたりっていうので、そういう何万人のねご指導させていただいた時に皆さんに技をねご指導をこう、上手くなってほしいと思った時にその方に合った指導はどうしたらいいのかなと思ってデータを取ってたら、そこがこうなんか記録に残って、でそれを提出したらなんか、はい、賞を発明という意味で技の発明あと教育の発明ということでいただいたっていうのがあります、だから商品はないです、アイディアの発明品でしたね、すごいぜひよしこさんも何か、はい、出されてください、はい、何か考えます、もう湯水のようにいっぱいなんか出てきそうよしこさん本当ですか、楽しいですね、はい、でもへー、よしこさんの活動は、はい、まあ、25日の日に、ね、たっぷりね皆さんにお伝えしようと思うんですけど、でもせっかく見てくださってる方がよしこさんの何か歌を聞きたいとかなんかガンガン来てるようなので、何か皆さんに見て聞いていただいてもいいですか、嬉しいです、先にじゃあ曲を見てみますかね、はい、はい、いけそうです、じゃあ清水よしこさん、これはタイトルなんでしょうか、神様のティアドロップスって私が作詞したんですよ、作詞もするの、そうなんです、もう多彩だ、なんかもういろいろやってるよしこさんも、じゃあまず見てみましょう、皆さんどうぞ恥ずかしい
ありがとうございます。かわいい声ありがとうございます。声かわいい、変わらないですね。そうですか、はい、これね作詞したんですけどもね、はい、あの地味なOLさんが、うん、まあ会社ですごい華やかな男の人に恋しちゃったっていう物語を考えたんです、うん、これはいつ作られたらなんですか。2年か3年ぐらい前です。ちょうどコロナ始まる前に、はい、じゃあこの歌を皆さんに聴かせようと思ったタイミングで、はい、コロナ禍になって、皆さんライブでこの曲まだあまり聴けてないんですかね。そうですね、でも何回かライブしたりして、はい、あとあのジョイサウンドとかであの、はい、カラオケとか入ってるので、はい、ぜひ皆さん歌ってほしいです。ぜひぜひ今なんかちょっと口ずさんじゃったけど、あのなんか歌いやすそうです。私でもなんか口ずさめた。そう、歌いやすいです。ぜひ歌ってください。嬉しい。皆さんだって今日だって予定外に聴けて、しかも生ライブがねなかなかできないから聴けなかった方もすごい聴けて喜んでると思います。喜んでますか。うん、喜んでますよ。すいません、なんか押し付けが、がましくってなんか申し訳ないです。いやもうめちゃくちゃラッキーでしょ。だって25日に予定してくださってて、でその打ち合わせにいらっしゃったところをたまたまわがままによしこさんって捕まえたら、もう分かっていいわよって、なんかもうめっちゃ嬉しい。いやだ、最高よしこさん。つけまつげしてきてよかった。そのまま帰っちゃうのかと思っちゃいました。もうね、ダメかなと思ったけど、ちょっとじゃあ洗面所行ってくるって言われて、あ、帰らないんだ、よかったと思って、もうちょっとダメ元で止めた甲斐があった。いい、ありがとうございます。もう私持ってる、みんな。もうちょっと今日ちょっと運使っちゃったけど、いやでも本当私リエルさん素敵だと思います。嬉しいです、ありがとうございます。本当素敵です。それであの華やかじゃないですか。それでハーフなんですかって聞いたら、お母様がねフランスがちょっと入ってるんですよね、うん、だからお人形さんみたいにもうなんか、なんか目とかパチッとしてて羨ましいです。なんかこの顔のまんま育ってますからね、一瞬変わらないように見えるんですけど、着々と年を重ねてよしこさんに近づいてまいりました。いやいや、お父様もね可愛がってらしたんでしょうね。その護身術をね、はい、やりなさいっておっしゃったのもお父様なんですよね。そんな幼い頃から、うん、なんか護身術は身につけておくようにって言われてたんですけど、うん、でもなんかどこに習いに行くかもわからないし、うん、それにあのなんか日本だと、うん、なんかイメージ的になんか荒っぽい感じで、うん、もう門前払いか汗臭い感じのイメージで、私なんてもう全然入れないとか、うん、もうなんか怖かったり怪我するんじゃないかと思って、なかなかこうなんか入れる感じのとこがなくて、ずっと言われたまんま来てたんですけど、うん、ある時そのクラマガ、ご神父のねこのクラマガっていうのにあって、うん、はい、で海外で初めて日本人が、うん、ブラックベルトを取得して日本に持ち帰った時に、スタートした時にご縁があって見つけて、でここだやろうと思って、でなんかそのスタジオがねすごくフィットネスジムみたいですごい綺麗で、なんか女性でも行きやすい感じのジムだったし、ここでやろうと思ってスタートしたんですけど、もうやる限りはちゃんと極めてやろうと思ったので、入会するときにインストラクターになりますとか言って連絡したら、はっていう感じで、経験は格闘技経験ありますか、ないです、バレエ踊ってましたって感じで、じゃあ経験ある方で、まあ、5年ぐらいはかかるので、まあ、もっとかかるかもしれないけど、まあ、最短で経験ある方でも5年ぐらいはかかるので、じゃあ頑張ってって話だったんですけど、はい、いや5年もかけたら女性だし、そんなもう年月足りないでしょ、1年で取りたいって思ったら、1年ははじゃあやってみてっていう風に言われたところ、なんかもう奇跡的に集中して1日7、8時間トレーニングして365日毎日やってたんですよ。そしたらなんかすごい短縮できて、自分の中でなんかみるみるバン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 教えていただいて今に至るっていう感じ。それでどれぐらいで取ったんですか。半年でインストラクターコースに入る資格を得て、その半年後に
あの試験受けて、でその試験がね1日8時間1週間の連日テストなんですよ。で1日8時間で1週間だからもうねあのセーブしたいじゃないですか、最後の日の最後のテストの日向けて。でもセーブできなくて8時間ずっと 100% フルパワーでやらないともうあのダメなんですね。だからもうヘトヘトで筋肉痛も抱えながらなんかいろいろメンテナンスしながらやってました。すごい、うん、その時に体力改善とかこういろいろなんかやったのがドクターの商品だったりして、再生じゃないですけどこう元気になりながらなんか乗り切ったって感じです。じゃあ全部つながってるじゃないですか。はい、なのでその全部つながってることが今リエル業務になってるっていうことですね。すごいすごいですね。もうなんか全部仕事になってるって感じです。私の趣味がお世話になったこととかが全部がリエルグループの今全ての業務になってて、今年来月でも18周年です。うわーすごい。まあまあ学生の時からやってましたけど、はい、そうですか、すごい。もう皆様に支えていただいて本当にもう今もねだってよしこさんにいろいろなんか支えて応援いただいたりとか。でもやっぱり根性が違いますね。1日7時間8時間ってその訓練できませんよ普通。やっぱり疲れちゃうし、普通にジム行っても1時間ぐらい運動したらもうヘトヘトじゃないですか、うん、そうですね。もう多分ね、うん、今思うとあの時は多分あの私の中に誰かがあの乗りなんか入り込んでたというか、うん、誰か乗り移ってたかのように思うぐらい、もう今自分じゃと考えられないけど、あの時はなんかできました、うん、すごい奇跡。うーん、じゃあ目標を立ててそれに向かってっていう生き方がお好きなんですね、うん、なんかねあのいろんなことができなくて、うん、いろんなことにこう興味は持てない性格なんですけど、うん、もうこれと思って興味持ったものはずっとそれが続いちゃうタイプなんです。へー、でもなんいろいろできないんです。だ、うん、からすごいあの不器用なんですけど、これと思ったらずっとやってます飽きずに、はい、集中してできる感じ。やっぱり楽しいですか？楽しいです。もうなんかどん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 やるのがもう早く早くこうなんか変わるのが楽しいです、うん、あの実際ちょっと危険な目にあったりとかその護身術を使ったりとかはあるんですか？あの資格を取ったばっかりで、うんうん、あのご指導して帰る時遅かったんですね。そしたら、まああのなんですかね、本当にできるのか試してやろうと思った方が、うん、あの帰りにねあの襲っていただいたりとかしてひどい。でもなんかあの対処しようと思った瞬間に先生僕だからって言われて、やめてって感じでしたけど何かそうやって。あとねあのたまにいます、あのこう顔出てるからあの試そうと思ってあのなんかねこうちょこちょこちょっかいをいただくことも前はあったんですけど、うん、最近はもうねあのないですね。それはもうやめてくださいぜひ皆さん習いに来ていただいたらと思いますよしこさん今日来ていただいたのは本当にサプライズで、あのもう一緒にお届けさせていただいたんですが、よしこさんの回、25日月曜日、はい17時から皆さんもよしこさん会でゲストを迎えして放送を予定しておりますので、はい、ぜひ皆さん見てくださいね。よろしくお願いします今日はサプライズゲストもう私持ってるラッキーでした。ありがとうございます。清水よしこさんとお届けいたしました。次回を楽しみに待っててください。ごきげんよう。ありがとうございます